今これがいいですか OK ですか出してちょっとちょっと携帯やばいかも、携帯、はい、私も大丈夫かもしれない、うん、あ、ダメだ、もうそっちだ、うん、やったらすいませんブルブルなるぐらいだったら大丈夫ですね多分なります途中抜けたら、抜ける人出たらまた交代の人がもし入ったら伊田さんもみんなそれぞれ入ったら交代した方がどうですか、たまに、はい、あ、いいですよ、はいたまに交代しようって、うん、じゃあ交代しようってすげえ嫌なっちゃうじゃん松永さん、ツイッターでスタートってことでつぶやいてはい、すいません OK ですはい、それではお願いします OK でやってくれるスタートしたらいいですかもう入ってるかさんじゃあ、OK、です。OK、はい、じゃあスタートします。はい、じゃあ先生。あ、どうですか。はい。今日は、松代テレビ局とサントエダ放送局の交流会ということで、これから番組を始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はの私たち、松代に訪問させていただいて、サントエダという接点から松代を見学させていただきたいということで、訪問させていただきました。松代は養蚕と製糸ですね、でも栄えた町で、城下町でもありますけれども近現代の一つのまたもう一つの歴史があるということで、まあ、私そういうふうな関心から、上田との接点を探ろうということで、訪問させていただきました、そしてもう一つ私たちインターネット放送局を始めていまして松代テレビ局、まあ、私たちから見ると先輩でもありまして先行的に始められて活動されていますのでその辺のお話をお聞きしたいということで今日2つですね大きな狙いを持って訪問させていただきました。よろしくお願いします。でまず感想からいきましょうかね。ねええ、あ、地域を、まあはい、それからまずその前に紹介がいりますかねメンバー紹介ということで、はい、じゃあまず私からサントエダープロジェクトを進めていますがちょっと長野大学の方にも勤務しています前川と言います。よろしくお願いします。私は小諸市に住んでるんですけど伊沢と言いますけれどもサントエダープロジェクトでつい1年ぐらい前まで上田に住んでたので前川先生と一緒にやらせて活動させていただいてます。長野大学の企業情報学部の1年で今前川先生のゼミに入っています。寺澤です。あ、よろしくお願いします。真っ白の夢空間という会ですね。会員だって、長野県のですね文化財保護主任になります丸山と申します。私は松代テレビ局の安田と申します。よろしくお願いします。松代テレビ局の山本です。よろしくお願いします。それではまず松代を見学してきて、その辺の感想などから始めましょうかね。伊沢さん、どういうふうな感想を持ちましたか。産室がね上田で見る産室とだいぶ作りが違うっていうところでやっぱり山を越えてくると地域でだいぶ特徴が違うんだなっていうことは面白く思いましたね。あとまあ製糸工場のね跡がいろいろのね場所は巡らせていただきましたけど、うん、もう残ってないっていうところではねすごく残念で思いましたけども、でも広さとかこうなんかやっぱりこう上田のものとこう通じる何かものがね感じました。寺澤君はどうですか。最初の方は後を見に行ったんで、もう全然変わってて何もないなってあったんですけど、もう後半の2つはもうなんていうんですか、ジブリトトロの世界入ったみたいなちょっと面白いところ入って中入るのもちょっと怖いそうだなっていうところもありましたし、面白い。あと結構寒かったです、ね。はい、
今日はあの丸山さんにあの特にこの見学するために、事前に調べていただいて主だったところをこうご案内いただいたという形なんですけれども、本当に何て言いますかね、私たちの興味関心がこれまで松代城下町松代のそこのいわゆる、街歩きのコースとして確定したものでは全くないところだけを見学させていただいたと感じがしたんですよね。まだ個人宅の中にある文化財ですとか全く文化財という指定もされていない、ただ今残っているというふうなものがこれからこう価値づけられると、新しいその地域の資源になっていくというふうなものかなというふうにこう見てきたんですけどもね、その辺もあれですね、これから町づくりにこう生かされていくんでしょうかね。そうですね、今までの文化財のね、という捉えの意識がね、ちょっと今とは違うふうに考えていかなくちゃいけないんじゃないかなとは思ってるんですよ。どこにでもあったもの、誰でもが生活したもの、そこにある価値があるんじゃないかなという捉えをしたときに、文化財というその価値観が変わってくるんじゃないかなとは思ってるんですよね。ですから、今まであまり光が当たらなかったところへ光を当てながらね、行くのも面白いかなと思ってますね。松代はこれまでもその街歩きいろいろとこうコースを考えられて、こうテーマ別っていうんでしょうかね、いくつも作られてますよね。で、私たちはつい三都って言ってしまうんですけれども、養蚕とこう製糸業でしょうかね、そういうもの、見方変えると近代化産業遺産って言ってもいいかもしれない、そういうふうなものがあって、それはこれからなんですね。そうですね、今までもね、その人物を通してっていう意味では、巡りはやってるんですよね。鯉の養殖を一生懸命されたね、鈴木一兵衛さんっていう人物を浮き彫りにしながら、一兵衛さんを提唱していくような、看板を立ててね、そこを巡るとか、っていうのことはやってきてはいたんですよ、ね。ですからその延長上でもうちょっと違うものにこう近代遺産を広めていってもいいかなとは思いますけど、養蚕はおそらくどこの家でもやってたものなんですよね。そうですね、でそれも今となっては、産出が少なくなっていったりするので、それがこう普通のいわゆる民家の、文化的な遺産としてのこう価値を持ってきているということなんでしょうかね。今日3階建ての産室、あれは特にこう特徴的な建物だったんですけども、あとそれ以外の、農家でも、養蚕をやっていたかなっていうふうな感じのところがこう見受けられましたので、それぞれの家にまだこう残っているんでしょうね。結構点数多く残ってると思いますね。それをすると今度こう保全するとなるとあれですかね、その住まわれてる家ですよね。いや、そうでないところでいますか。ほとんどは住んではいないですね。母屋は母屋であって、それ以外に産室があるんですね、そういう形態ですので。そうですか。何らかの形で残すことはそんなに生活に支障はないだろうなと思うんですけどね。ただ個人の方の持ちのものですのでね、その辺のこの意識を作っていかなければならないと思いますけどね。あとあれですね、製糸工場、特に六甲社が代表的なものだったんですけれども、確かに今も駐車場になっていたりとか、その、敷地の後の、輪郭というのはこう見てわかるものであったですよね、あれがここの地域の、こう歴史的なものであるというのが看板が立つといいでしょうかね。そうですね、あそこを見学するっていう形はちょっと難しいでしょうから。そうですね、
今目に見て分かる形になってないですよね。ええ、さっぱりね、今はね。ポッチがあるわけでもないし、説明版があるわけでもないし。ええ、うん、先生の聞きしてそうですか。だから何らかのそういうものをこれから作っていくと、うん、今まで周りで知らなかった人も、ああこういうのがあったんだってね、うん、なっていくかなと思いますよね、うんうん、夢空間の中でも、ね、あのその産業の歴史を掘り起こそうっていうようなことにはなってるんですか。あまりそういう話でもない、まあ、本当にまあ私たちもこういうなんかその三市業っていうのを一つ接点として、うん、あの松代と上田っていうので一体何が見えてくるかなって、それがちょっと一つのね、あの今回の訪問させていただいたあの関心地の一つなんですけどね、うんうん、あのなんか歴史的には、上田と松代っていうのが意外とこう似たような感じでね、あの養蚕を始めて発達してきたという歴史的な経緯があって、割と年代的にも似て似通っているということがあのこう調べてみると分かるんですよね。まあ上田の場合は上田藩で、小さ型郡ですよね。それからあのこちら、松代藩で、まあ主に藩品郡というところの中心で、地域的にはあの隣り合っている。で、似たように、1800年ごろに養蚕を藩が奨励して始めている。でそれが江戸時代にかなりこう広まってい、ったと。そしてあの幕末になって、ヨーロッパに生糸がたくさん輸出されるという状況になって、こちらの方が大量に生糸がいったと。でこれは上田で、いろいろ周辺からかき集めたという形でまず始まるんですけれども、松代の方からもかなりこう言ってるようですよね。そうですね、うん、それからの生糸の生産量は上田よりもむしろこちらの方が多分多かったかもしれない。あの耕作面積がかなり大きいだと思うんですよね。あの桑畑とそれから農家の数と、うん、ような、ね、水も豊富な、ね、そうですね、水も、ね、きれいな水が多いそうですね、ところが大きいですね、うんうん、でちょっとこちらにお伺いする前に、あの上田の、阿部勇さんという郷土史研究していらっしゃる方が主に幕末の頃の、上田の状況をこう調べているんですよね。で相当に、ヨーロッパに、上田からこう輸出されたと。でそれはその時に、その上田藩の藩主だった松平忠敬が老人をしてたんですよね。でいち早くその開国されるということを知っていて、地元の藩に、ものを輸出することを検討しろというふうに指示を出してるんですよね。で生糸を出したら大当たりしたということなんですよね、うん、というようなことがあって、中井屋十兵衛というなんかそのまた生糸、商人がいて、横浜に店を出して大儲けをすると。で1859年に、日本横浜開港して、日本からいろいろな物品の輸出が始まると。でその頃の、輸出された品目の約半分が上田から行ってたっていうことが裏付けられてるんですけれども、その時に周りから相当かき集めて持っていったと。で松代からも相当持ってきているらしいということなんですよね。というふうなことで、なんかその歴史が始まるんですけどね、うん、であとその後、明治になって今度は機械製糸という富岡製糸場で始めたような大規模な、製糸が始まりますね。でこれが富岡で始まって、いち早くその後で今度は松代が、機械製糸を始めると。これが六甲社ですよね。で1872年に、富岡で、富岡製糸場が創業しますけれども、その2年後にはもう松代で始めてるっていうのものすごい早い先駆的な、うん、
だからその辺はもうむしろあの上田を先んじてるっていうような状況だったと思いますよね。先駆的な方がいらっしゃったんですよね。この松代町の出身じゃないですけどね、松代藩領の出身の大谷幸三さんの方はね、なんとかこう立身したいということで横浜行くんですね、で横浜でその誰かとの付き合いをこう知って、そこで どういう商売をしたらいいかと考えたんですね、で、帰ってきた時に松代藩では、大谷幸三さんを役人としてこう採用して、会所で役員として働いてもらうというね、そんなようなことをしてますので、外の情報というのは常に藩には入れていたと思うんですね。から、まあ、真田幸貫さん、老中をされてね、その引きがあって佐久間昌山、横浜開港に関わってたりとかね、してますよね。で、彼は外国論者でしたので、外国の情報は常にいち早く、ね、取り入れようとしてます、そんなこともあって、やっぱりこう他の地域というかも先んじてね、産業を起こすとか、そういうことも考えてたと思うんですよね。その表れなんだろうなと思うんですけどね。佐久間昌山が、日本の開国を推進した、一番こう功績の大きかった方かもしれませんよね、だから時期的にはもうかなりこう早い時期から開国を、提唱していた、周辺にもそのかなり影響があったと思いますよね。ほぼ同時期というか同時期に上田の殿様松平忠敬が、やはり開国論者で、推進したわけですけどもね、これがどういうふうな関係があったかっていうのはちょっとまだよくわからないみたいなんですけども、おそらくいろいろと佐久間昌山の影響があったんじゃないかなという安倍さんもちょっとそういうような言い方をされてるんですけどもね、で佐久間昌山は佐久間昌山と言いますかね、増山って言うんでしょうかね、こちらでは先生ってつけなきゃいけないんですか、ちょっと呼び捨てのちょっと失礼かも先生ね、怒られるって聞いたけど、昌山先生ちょっと佐久間昌山と言わせていただきますけども、上田の時田に毘沙門堂というお寺さんがあって、でそこの、お嬢さんというんでしょうかね、学びに、上田に行って通っていたという話があるんですよね、でそれで相当にその上田との関わりそこの部分であったと、それから今日、六甲社 の見学させていただいて、その六甲社あそこにこう工場が明治7年に創業するわけですけれども、最初にその蒸気釜を作った瀬戸物で作った、それが、上田のですね、小島さんというところで作ったっていう話なんですよね。鍋台っていう鋳物屋さんだったそうなんですね、という話を聞いたんですよ。で最初それ作ったと、でそれもおそらく昌山がこう行ったりしていて、そういうつながりがあったりして、そういう関係があるんじゃないかという、一つの、推測なんですけどもね、だから六甲社の最初のあの蒸気釜は、上田で作ったと、でそれがちょっと今一つで別なところに頼んだと、それでもうまくいかなくて、輸入したものでやったらしいんですけどもね、なんかそういうような背景があるというのを聞いてちょっとそれもへえと思ったところなんですね、で上田との接点交流が一体どういう風だったのかっていうのが、こう紐解かれていくと、もっとね、地域を見る面白さっていうのが湧いてくるのかな、でおそらくこの松代の方にとってみると上田との接点っていうのはそういう視点からこう捉えることっておそらくこれまであまりなかったかもしれないので、一つ新しい視点を持ち込むっていうことになるかなと思うんですよね。見えなかったものが見えてくる、で同じように上田も同じなんですよね。上田が私たちも三都上田っていう、ある意味なんていうかね、自分たちが日本一みたいな感じの言い方をしてるんですけども、実は周辺でいろいろ関わっていて、あるいはいろんなこう教えを受けるような面があったりして、そういうような交流があって発達してきたというふうなこう相互関係がある、
そういうところを見るとまた地域の捉え方変わってくるのかなという感じがするんですよね。うん、で、あのこちらで、上田ではなくてその松代で、その静止教育を研究されている方ですとかいう方、ちょっともしかするとあまりいらっしゃらないかもしれないんですけど、あの資料とかこうおそらくそのつもりで探すとこう出てきますでしょうかね。そうですね、あの結構個人でお持ちの方はね、あ多いんじゃないかなとは思いますけどね、うんうん、そんなにこの精神のそのものに光当てるとか今までなかったと思いますね。それが一つのこうまた松代の新しい発見につながっていく可能性がありますね。丸山さんは これまでその松代の主にどういったところをこう研究されてきているんですか。私は建物が専門ですので、はい、ですから町家の民家建築みたいなですねとか、あと武家屋敷とか、武家門ですかね、こんなのをこう調べてきたわけですよね、ただ建物って人が住んでの建物なわけですね、ですから、どんな人がいてどんなことやってって、周辺のこともね合わせながら建物を見てきたもので、そういう意味ではこの近代の松代を支えた製紙業ですね、というのはすごい興味があったわけです、ね、未来へ つなげる建物っていうとあれ今こう活用しているっていうことでは、そうですね、これから、金箱邸をこう何に使うかっていうね、とこに入ってるわけですね、それですぐ近くにあるんですけどね、それをどうするかっていう、これから何人かの方たちが市の教研会でね募集して、ワークショップを開いてやってくるんだと思うんですけどね。決めてきたんですよ。あ、決めてきましたか。ね、あ、そうですか。そしたらね、山本さんも私も昨日参加させていただきまして、ただこう形を残すとかね、昔の建物を残していくっていうことならば、紙ビーズで十分なわけですね。そのものを残す必要なんてどこにもないわけですよね、模型でもいいわけですよね、でもそのものを莫大な紙をかけながら残すってことのね、意味はやっぱり昔のものを引き継ぎながら新たな建物に生まれ変われる、生まれ変わった新しい建物になるから残すことがあるんだと思うんですね、そうじゃなかったら単なる負債ですよね、遺産なんていうものは負債ですよね、だからそういう視点で建物を見ると面白いなというふうに思ってるんですよ、今までもそうやって教育委員会が入ってっていうこう何か活用してる、樋口邸ですとか釜江島邸ですとかありますけども、あれはどちらかというと活用まではいかないんだろうな、単なる残しましたよっていうね、それをでも見学できるんですよね、中入れますよ、自由に、だから見学するだけならば、何も本物じゃなくたっていいわけってね、そうですか本物に入りたい、一番その先にですね、私秘密家に戻るんですけども、やはり秘密家は今の先生おっしゃるようにですね、やはりただの多分残してオープンして皆さんに見学していただくということではなくて、まちづくりセンターとしてね今ね、まず第一歩ですかね、そこはいろいろなイベントやったりですね、させていただいてるんですよ、活用してますよね、そうですね、それを もうちょっと進めた形っていうのがあるんじゃないかなと思ってるんですよ、そこでまだ確立はされてないけど、これから試行錯誤っていうのそれはワークショップでですね、4回開いていただきまして、その中で皆さんに参加者にいろんな意見をいただきまして、それで利活用といいますかね、どんなふうに活かしていたらいいかということで、今の先生おっしゃったようにですね、進めていきたいと、まだだから何も分かってないんですよ、参加して皆さんで活用方法を考えていただくということで。
私たちもサントウエダプロジェクトの始めて、まあ、まだ歴史がかなり浅いというか、ほとんど始まったばかりだというような、まあ、2年ぐらいの歴史しかないんで、まあ、これからなんですけどもね。で、上田の場合に町づくり、昔からある古いものを生かして町づくりをしていく、これからの町を創造していくっていう取り組みをしているところは局所的にあるんですよね。柳町の町づくりですとかね。ただ上田ってのはこう広いので面的な広がりの中で町づくりっていうふうにはまだ行ってないと思いますね。で、私たち関わろうとしているのは一つこう三市業っていうのはちょっと狭い意味なんですけれども、養蚕とか三種製造とかそういうので栄えた、もの、それからそういう富によって作られた洋風建築とかそういうものを含めて、まあ、サントウエダの文化かなと思ってるんですけども、そういうものは町の中には点々とかなり失われとは言えね、まだね、数えてみるとたくさんあるんですよ。ただポロ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 と一つ一つこう単発で存在してるだけでこれが結びついていないので、松代のようなこう町づくり一体感といいますかね、松代に入ると城下町の町と来たなっていう感じがありますよね、うん、でこれがどうも上田の場合ちょっと感じにくいのは否めないんですね。それぞれがまだこう生かされてない状態なんだなというふうに思って、まだまだこれからなんですよね、うん、で私もこちらの町中に来てやはりこう感じるかその辺の町づくり、まあ、歴史があるなと感じるんですけども、まあ、夢空間でもう活動されてからもしばらく経ちますよね。やっぱそこのね、市民が主体で町づくりしていくところの積み上げっていうか歴史のまず差が大きいなと感じるんですね。もう10年ですか、ね、10年ですか、10年経ったんですね、うん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 、古い建物の再生活用というそういうのも一つの課題にしているんですか。ただ建物の場合はね、所有者がいるんですね。そうですね、うん、ですから所有者の方がどのくらい、ね、自分の建物をこう活用していきたいと思っているかというのが大きいんですよね、うんうんうん、ですからその辺の難しさっていうのがあるなとは思います、うんうんうん、私たちも今サントウエダの昔からある非常にこう貴重な文化遺産というでしょうかね、歴史的な優秀な建物があったりして、これも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 保存したいっていうか活用していきたいとなるんですけれども、個人所有のものなんですよね、うん、でそれをこう整備したり開放したりしようとすると相当にお金もかか手間もかかる、でどうもできそうにないっていうのがいくつもあるんですよね。それから上塩尻っていうその三種制度で栄えたところは集落全体が文化財みたいなところなのですけれども、文化財の指定も何も受けてないので全く個人宅としてポンポンポンとあって、それがちょっとこう住み手がいなくなったり虫食い的になっている、なくなるような状態になっていて、それもちょっと無策のままなんですよね。でどうにかしたいなと思うんですけど、なかなかこう全体としてそういう機運を作っていかないといけないんですけど、そこら辺もねまたこれからの課題なんですよね。でおそらく先を進んでいるこの松代の町づくりの中ではそういう同じような問題があって、今にこう解決してしてきてるんじゃないかなと思うんですけどね。どういうふうな何かことされていたのか、あるいはご苦労があるのか、ちょっとその辺なんかお聞きしたいなと思ってたんですけどね。ここではね一番初めに取り組んだのが町並みモッチングみたいなね、いつも目にしてる、うんから、うん、当たり前の建物ですよね。それをもう一度こうウォッチングしながら、この建物ってこういうところが面白いよねとかね、うん、そういうんでもう一度見直す機会があったんですね、うん、そうすると住んでる人も、うちの建物なんかって言ってたのがね、うん、いや意外といい建物だなとかね、住んでる人もそうやって意識が生まれてきましたし、それから、近くでね毎日見てるの当たり前だと思ってるのが、うん、違うんだってね、そういう意識も生まれてきましたし、そんな意識が生まれてきたところで、うん、今度は
登録文化財制度ってありますね、はい、うん、そんなにこうきつくない制度ですのでね、うん、それをこう進めようってことで、うん、そうすると何件かのお宅でその手を挙げてくださる、うん、まあ、もちろん夢空間の会員の方たちがね、うん、努力して足運んで、うん、何回も話してってやってもらったんですけどね、うん、そんなのでだいぶ町全体の意識が変わったのかなと思いますね。うん、それは住民の皆さんが、町のウォッチングに参加をすると。いう形ですか。外からの方も多いんですけどね。うんうんうん、あとまあその外の方も参加することによってこうウォッチングしていくと、まあ、優れた町であると。そうですね。うん、だから今までのその建物のね、いい建物のね、うんうん、大名屋敷みたいなね、その豪華でね、うん、っていう意識がありますよね。でもそういうものって結構残ってるじゃないですか、うん、そうですか、ね、一般庶民の建物ってそんなに価値があるってみんな思わないから、うんうん、どんどん建て替えるじゃないですか、うん、日本建築学会でね、うん、和風建築をずっと並べてみるときに、うん、その近代の和風建築がすっぽり穴開いちゃってるんです、うん、なくなっちゃってるんです。でお、これは大変だってことに気づいて、じゃあ、うん、駒だってのをこうピックアップして指定かけようっていうときに、うん、ほとんど建て替えられちゃってて、ない状態が生まれたんですよね、うんうん、それと同じことがこれから、うん、庶民住宅にあるんですね、うん、みんなどんどん新しく建て替えちゃいますよね、うん、そうすると昭和の初めの頃の庶民住宅ってどんなだったのってね、うん、なくなっちゃってるんですね、うん、だから、うん、もう当たり前のもの実は当たり前じゃなくなってる時代、うん、で見直すと、うん、文化財って何かなってね、うんうん、感じがしますよね、うん、まあ、そういう意味では松代にはまだいろんな時代のいろんな形でね、うん、建物が残ってる。まあ、松代も、この中心部とあとそれぞれこう西城東城その他こういろいろ地域があってそれぞれなんか街歩きのマップ作られたりしてますよね、それあれですか、それぞれの地域の皆さんがこう参加して作られてるんですか。まだそこまではやってないんじゃないかな、夢空間の会員夢空間の会員の皆さんが作られて、町の中だけでやっていてって声はね、ポツポツこう聞こえてくるので、地域へ入って、それぞれの地区へ入って、そういうものがね、作られ始めてるんだと思いますけど。なんか街歩きはこう、何回もこうされるんですか。そうですね、年何回も。年何回も。されてますね。よそから参加される方が多いんですか。地元の方は。やっぱりよそからの方の方が多いんじゃないかな。テーマを決めたりとか、ね、そのためにお庭拝見ですとか、あるいは古寺巡りですとか、うん、お寺拝観ですとか、うんね、うん、そんな感じで、年何回かやってますね。まあ、その町づくりは夢空間の皆さんがこう中心になってやられてるんですか。いろんな活動会があるんですか。そこはね、上だと一緒みたいですよ、いろんな初めの頃はね、マンドリンをやってるグループがあれば、じゃあここでマンドリンやってくれませんかって声かけてね、そこでやってもらうとかね、何でもじゃあ、参加してくださる方がどんどん声かけてっていうので、こう会と会をつなぐようなこともね、してたような気がするんですよね。ですから夢空間はこういう活動しますってもう固定になってるんじゃなくて、すごい柔らかな活動してるんですよ。
ここがミソですよね、はい、そうですよね、やはりその活動する方々がいらっしゃって、まあこうね、活性化していくっていうその力になっていくと思うんですよね。私たちもそれをね、学びたいなっていうか、そういうのを作りたいなっていう気持ちがあるんですけどもね。でやはりこう町住民の方々が何人もこう参加してくれるとなかなかそれって難しいと思いますしね。それからこちらはやはりこう一つ見て羨ましいなというのはこういう拠点というか拠点があって、そこでみんなでこう集える集まれる、これってとってもね大切だなって感じがしますね。そうですね、拠点がこうできたのは今年の10月の1日オープンなんですけど、ね、はいはい、で前からそういう拠点が欲しいなっていうことがあって、うんうん、まあ、私どもの NPO としては店舗の一角を、うん、10年ほど確保してやってきたんですけど、やっぱり公のね、みんなが誰でも集まるような場所っていう場所として、うん、と同時にやはりこの空き店舗、うん、しかも蔵なんですけどね、明治時代の建物の大正時代の建物を生かす、ここはそういう建物なんですか、うん、蔵なんですね、これ、うん、2階なんかすごい素敵な空間なんですけど、それを生かそうということで、町寄り合いっていう今年なんですけど、うん、その時に合わせて、うん、この拠点が確保できて、うん、オーナーさんのやっぱり理解がね、あ、先ほど丸野先生もおっしゃってたんですけども、はい、やっぱりこうオーナーさんがどういうふうにこう考えるかっていうことだと思うんです、そこで、うん、この理解してくださって、なおかつ入ってくる3名増えたということの中で、うん、多くの人が、これはものすごく大きいですね。そうですね。で、そこにみんながこう寄ってくるっていうんですか、うん、で、繋がってきたと。で、まあ、テレビ局もやはりこういったところの拠点ができたことによって、一つのベースができて、こう宮坂さんみたいな素晴らしいスタッフが現れる、大活躍。今日ライブ中継されている方々もそういう中でみんなこうだんだん集まってきて、みんなしてたわけじゃないんです、お互い全然バラバラだったんですけども、つながってきて、こういう中継ができちゃう、これまたすごいですよね。これも、その辺はちょっと皆さんが感じるね。そうですね、はい、じゃあちょっとその、松代テレビ局ですね、ちょっと、どういうものかお聞かせいただけますか。最初のところですか、はい、これは私どもですね、個人的なことを言わせていただきますと、うん、私は昨年まで勤めておりまして、で定年になって松戸に戻ってきました、で松戸のこと全然知らなかったんですね。それでこれ何回も皆さんの前でねお話して恥かいてるんですけども、実は私豊坂にですね、松戸の豊坂にどこもおりまして、はい、今年の4月にですね御柱があったんですよ。まあ、松戸 の各地域で御柱あったんですが、それも知らなかったんですね、でその時に松戸にお町だったのと言われまして、松戸に60年も住んでて知らないのかと言われたんですけども、やっぱり実際知らなくてですね、で豊坂に、いとこのところにですねお伺いしまして、あんなその片田舎でねすごい盛大なんですね、いや素晴らしいな、こんなに田舎にこんな素晴らしいお町があるのかとお聞きして、それでまあ、お聞きしたらですね、各地域にあると、へーっていうようなことでですね、いやー松戸に住んでてこんな素晴らしいのを知らなくてもったいないと、でこれから松戸のことを一生懸命勉強しようと、で自分で一生懸命勉強してですね、で勉強したことも皆さんにお伝えしようと、ええ、自分だけじゃなくて、で勉強したこと、俺こんなこと勉強したんだよ、でお伝えする、でまあ私個人的にはそんなことをお伝えしたくて、ちょっと周りの人に声をかけた、そしたらいっぱいいるんですよ、そういう方が、松戸のいいことを伝えようと、松戸の今を伝えようという方がたくさんいらっしゃいまして、それで今回ですね7月に、オープンしたということで、でそのような意見にですね賛同していただいた方が今28名なんですね、で私は先ほど言いましたように松戸全然知らなかった、で恥ずかしい人間なんですけども、他の方々はですねもう本当に前川先生もいろいろですね、その住民ディレクターですか、勉強されていろいろ放送されているんですけども、私は知らなかった、しかし他の方々はですね本当にその住民ディレクターとか市民ディレクターですかね、勉強されて、そこらに出てって自分で講演できるとか研修会開けるぐらいの、レベルの方々なんですよ、ですからそういう方々がたくさんいらっしゃいまして、それでこちらに今スタッフがねいるんですけど、カメラとかパソコンやってますけどね、
からカメラ、聞いてますね。あの方たちがねもう本当にプロ級ですね、プロ級の出前の方がね集まってくださいまして、それで今これ生放送ね、してるんですけども、この生放送まで、ね、できちゃうという、7月にできてまだ半年経たないですかね、それでこんな生放送ができてしまうという、このスタッフの素晴らしい皆さんね集まっていただいたんで、まあ、これからどん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 、上上と行くんだと思うんですけれども、でこれ録画撮ってありまして、もちろんまた編集して、松戸テレビで流したいと思いますし、今言いましたように今これ生放送でね流れてますんでね、いや私もびっくりしましてね、自分で、ふざけて生放送やっちゃいけないと言ってもね、まさかできねえだろうなと思ってたんですけども、実際にやっちゃっているんですね、いや本当にそのような状況です。だからやっぱり拠点がでつながってるっていう部分もあるし、やっぱりこう思いを同じくしてる人たちが、そうですね、いろんな形でこうネットワークを作りながら、しかもこう形にしてっちゃうっていう、そこは真っ白がすごいなっていうね、最近思ってるんですけどね、いやこれね、私たちも本当にこう見習いたいというよりも、必ずしもやってできるものでもなくて、ただその町の中に本当にねそういう思いを持ってる人たちがいるとできるかもしれないなっていう、ちょっとそういう期待感なんですけどもね、そういう意味で私たちも本当にこれからですね、そうですよね、やはりこう持続性っていうんですか、継続性っていうか、それは多分、ね、夢空間が10年間こうずっと地道にものすごくこう、丸山先生を中心にして、地域にあるこう隠れた遺産っていうんですかね、でそれをこうコツ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 拾い出して、でそれに光を当ててこう磨き上げてね発信してきたというのがこう持続してきて、それが多分ベースにあるかなと、でそこにこういろんな人たちがこう育ってきて、で今こそやっぱりこう、なんて言うんでしょうかね、そのつながりの中でこう広がってきたっていう感じがするんですよね、その発見して磨き上げるっていう、ね、それが具体的にどういうことなんですか、磨き上げる、先ほどちょっと話を言った例えばお庭拝見っていうのがあるんですけどですね、これは10年ほど前に真っ白の中の武家屋敷、旧武家屋敷の中にお庭がね残ってる、それも江戸時代からつながってきてる水路と池とですね、庭園っていうのが残ってる、でそれは非常にこう貴重な遺産だっていうことがね、こう教育委員会さんなんかの調査なんかでは分かってたんですけど、私ども地元ではあんまり知らなかった、でそれをこう1日だけ見せていただこうっていうお庭拝見っていうイベントをね、お願いして、その年に10年前ですけど10件の方がね開けてくれたんですよ、でそこを見た時にねものすごく大勢の人たちが長野県中から集まってきて300人くらい集まったんですか、でそこでこう私どもびっくりしたわけですね、こんな地元にこんなすごい素晴らしい遺産があったんだ、じゃあこれは大事なもんだから、やはりこう磨き上げるっていうか、まあ、保存して大事にしてこう次の世代に伝えていこうということで、毎年毎年お庭拝見をやるようになってきて、だんだんその素晴らしさが理解されてくる、で全国に発信できたという、今ではだからお庭拝見ってやると大体まあ1回開くと200人から400人くらいの人たちが集まってくるような、名物の街歩きの一番のポイントになってきて、スタッフの数もすごいですよね、スタッフの数がそんなにいるわけ、いやそれは集まってきた時に300人くらい来た、それをカバーするにはやっぱり最低10人は必要ですよね、30人くらいにそのグループ、10班くらいも足りない、対応できないですよ、でその時に例えば信州大学の農学部の佐々木邦彦先生っていうんですけど、その先生のゼミの学生さんたちが応援に来てくれるというのが、もう10年くらいでつながってきて、その解説をしながら案内して歩く方は夢空間の方なんですか？そうですね、会員さんが、毎回毎回こう勉強して、事前に勉強してこう散策会やる、その辺はもうだいぶ真由美先生の方に事前のこう情報とかレクチャーとか受けて、毎回やってくるんで少しずつ、まあ、自分でも案内できるようになって、
初めは全く分かんなかった、うんうん、レクチャーっていうのは何回ぐらい受けて、レクチャー、うん、そんなにあの大した説明してるわけじゃないあの私たちも庭なんてね、うん、あの素人なわけですよね、うんうん、ですから、うん、この庭拝見っていう企画を出すときに、うん、じゃあどういうお庭があるのか事前に行って、うんうんうん、じゃあ見せてもらおうって、うんうんうん、そこでこういろいろ勝手に喋るわけですね、うん、ここは向こうの山と同じ形にこう刈り込んでるねとかね、木と木の隙間に向こうの山が見えて綺麗だねとか勝手に喋るわけですね、うんうん、そうするとあこうなんだと思ってね、そうすると借景の中にそういう技法があるですね、うんうん、そういうことを知ってくるわけですよ、うんうん、それをただ本当一緒に話しながら見てる人も同じことを感じながらこう見るわけですね、うんうん、そうするとああなるほどってなるだけで、うん、あのこっちが全部分かっていて、うん、解説するなんていうんじゃなくて、うん、見に来た人とこう話しながら庭を楽しむ、うん、そんな感じですね、なんかラブなスタンスでいいですね、だからあまり難しいこと考えずに、うん、でも、うん、もうあれも何でもやってますよね、で、最近は年2回なんです、うん、そうすると同じお庭が春の顔とね、うん、秋の顔でまだ違うんですよ、うん、そういうことをスタッフも発見していくし、それとあの先ほど、まあ、大山先生のから建物の、ね、保存活用ということの話も出ましたけども、うん、あの私たちがやれることの範囲っていうのはやっぱりこう潰してしまわないようにしようっていう、うんうん、例えば大体もう10年私どもやってると貴重な遺産だと思ってたものがいつの間にかあの潰されちゃって駐車場になってしまったなんて結構いっぱいあるんですね、で途中からこれをなんとか保存しなきゃいけないなというふうに思い始めて、丸山先生の調査に基づいてここは大事だからぜひ保存してもらおうと、でその働きかけをしていくわけです、所有者、どういう働きかけをするかっていうと、あの国の登録有形文化財っていう制度があるんで、その登録をしませんか、国の登録文化財に登録しませんかっていう働きかけをしていくわけです、でそうするとあのご本人もいや残そうというふうに思ったならば、教育委員会さんの方に通じてですね、国の方へあの登録の申請してるという取り組みをずっと夢空間ではやってきたんです、でその調査は前山先生にやっていただいて、その調査結果に基づいて申請してる、でそれが今までにですね、もうすでにあれ29箇所、57、8件になってますかね、260件近くということで、まあ、それはあの指定されてきますと、うん、国の登録有形文化財というので立派なコンダクプレートが来ます、うん、そうするとやはりご本人もこれは大事なもんだと、うんうん、ぜひ保存しなきゃいけないという認識を持っていただくようになりますので、うん、そう簡単には潰れて、保存にあたってはなんか補助金はあんまり出ないんですけども、あの多少もないですね、補助金は全然ないですけど、まあ、あの相続税の軽減とか固定資産税の軽減はあるわけです、ね、そういうメリットはありますけれども、あの修復するのに補助金というのは出ないです、ね、だけどもやっぱり国から認められた制度という形の中で登録されますので、ちょっとじゃあ時間的に、はいはい、そうするじゃあですかね、はい、お時間の方はちょっとこれどれぐらいのあれで見るといいですかね、そろそろね、はい、次のテーマ、はい、あ今日はね、ひじりさわさん、ちょっと見やすいですね、実は、ね、楽天のひじりさわ選手なんですけど、はい、センターの方なんですけど、はい、今日はロイヤルホテルですね、講演会の8回式なんですよ、はい、で私も、まあ、あのメンバーに入ってまして、そちらの方に駆けつけなきゃいけないって、はい、ちょっと先に失礼させて、松代高校の出身が、あの、肘田さん選手ですよ、松代高校出身なんですよ、あれ優勝した時のあれだっけ、全国で、その前の年、その前の年くらい、あの松代高校、高校野球に出た時がありますよね、あ、でしたっけかな、で高校野球出た、その時に活躍されてましたか、前の年くらい、前の年、で、結構ね、150人ぐらい来て、結構盛大にやろうかなと、
はい、ようなことなので駆けつけなきゃいけないのですいません、先にどうもお忙しい中失礼させていただきますけれども、よろしくお願いします。じゃあもしそれで大体、はい、なんかお聞きするようなことなんでだったら大体この辺で締めますか、はいはい、ちょっとじゃあ締めの方とか他の方は入っていただいて、そうだね、ちょっと、はい、みんな入っていただいて、三田さん、ええ、こっちでちょっと入っていただいて、ちょっと、うん、そこへ三田さんちょっと入って、三田さんと小松さん、小松さん、小松さん、こっち出番ですよ。小松さん出番ですよ。はい、今三田さんはですね、はい、三田さん、この町歩きセンターの、はい、まあ、センターを中心にしたセンター長というのが大事です、はい、この10月からスタッフとして、メクリカンの会員でもあるんですけど、今も、うん、はい、ちょっとなんか、はい、お聞きいただければ、何か、それからですね、今もう一方来ますね、こちらの樋口さん、樋口亭でですね、考えていただいている小俣さん、樋口亭の方も先ほどちょっと話出ましたけども、はい、樋口亭は長野市の教育委員会さんの方から、運営管理の委託を受けたということで、初めてのケースですね、NPO が運営管理の委託を受けたということで、しかもそのプロポーザル方式の提案ということで、うん、提案した中で委託があるということで、うん、この6月から、ね、中心で、小松さんが中心になってスタッフ6指名いましたね、そうそう、の中で運営管理を行っている、で非常にだからいろんな面で活躍っていうか活用が非常に活発だという状況です、ね、うん、まあ、その2人ですね、ここは、はい、あ、町町テレビ局にもそれぞれ関わっていた、はいはい、町町テレビ局の方はどういうふうなこう関わり方をされているんですか。ね、私の方は、うん、やはりちょっとこの町歩きセンターがあるので、この中のいろんなその配置、はい、もうその今日やると月曜日は大体やってるんですけど、月曜日の、はい、今もう付けの配置から始まって、はい、コマが増したものを私が一応やるという形になっています、はい、あとその時間前に、一応スタッフがだんだん来ますので、はい、ヒルトモッタンのパソコンですが、そういうのを、はい、設定にできるような形です、ね、はい、あと、まあ、両側にここにぶら、はい、下げるような形、ライトですね、でそういったところまで一応やるような形で、うんうん、あと迎え入れるみたいな形で、はいはいはい、やってます、うん、はい、いや本当ちょっと私もこう拝見させていただいて、はい、これだけやるの大変だなとちょっと正直ね、思うんですね、私たちもやってるんですけれども、はい、なかなかその手が回らない現実があったりすると、はいはい、機材の準備も手間かかりますしね、はい、一通り組もうと思うと結構それなりにこう準備しないといけないですしね、それから技術的なトラブルなどもこう絡んでくるので、はい、何かとこう気を使う面がいろいろあったりとか、はい、だからインターネット放送局そんな簡単にできるものではなくて、はい、あれもこれもあれもこれもという気を配らないと実際できないですよね、はい、まあ、だから、まあ、これもだんだんあれっていうかおかしいですけどやっぱりみんないろんなスタッフが来て、うん、じゃあどうするのと私なんか分かんないですけど、じゃあどこへはめるのという形でね、それは覚えていっていくっていう形で、うん、まあ、私らはもう時間内にみんなスタッフが来るので、うん、その前にある程度やっとけば、ええ、あとはスタッフが来て専門が来てパッとこうやってやってくれるっていう形のあれお手伝いは私がやってるっていう形ですね、はいはい、これはそうするとスタジオ全体としてはこう役割分担を持ってこう運営されてるっていう形ですか。まあ、自然にそういうふうになってしまった、自然そうなってしまったプロはやっぱり、うん、自分の得意なところを持つっていう形になってくるんですね、はい、そうですね、お仕事でやらされてた趣味で、だからみんな仕事絡んで、あとそういう人たちが集まってっていう形ですね、仕事ではできないできないですよね、はい、そうですよね、青松さんも高木さんもビデオがね、もともとは得意だと、はい、まあ、高木さんなんかは本当にビデオの NHK のね、ビデオの、はい、こういつも出品してらっしゃる方、はい、だから、そういった面でこのね映像の方でですね、小松さんなんかはいろんな写真がもうものすごく、まあ、これから多いやつが確認していただく形になります、日本松さん、はい、小松さんこっち
どこへだ。ここへだ。はい。まあ、それまで皆さんね、足を持ってやってますからね。日本マスさんは、まあ、スイッチャーも決めてですね、まあ、事前の準備、今日なんかもですね、お仕事終わってからですけども、ね、皆さん1時半くらいからずっと準備をしていただいて、はい、今日ですね、はい、ありがとうございます。そういう技術に裏方がないというところが進めないので、裏専門でございます。私もすごい素敵な、キャラで面白いです、ね、はい。4時半くらいということで、どうでしょう。4時半ぐらいですね、はい、締めてもらって、ちょっとこのお二人とか、はい、3人の皆さんに、はい、一番のこの技術者は、はい、そちらでもって、しっかりと、はい、やっていただいて、福井さんもね、はい、ありがとうございます。福井さんなければこの放送局にいないという必然よ、大元のところです。今日はね、風邪にしたんだけど、はい、何度か直して駆けつけてきたんだけど、あ、ありがとうございます。あ、いや、この方はまたおよいと福井さんからね、はい、お聞きしていただければいいかと思います。今日のところはこのスタッフですね、ちょっとお聞きいただければ、はい、はい、私たちもインターネット放送局というのを、まあ、始めようということで、まあ、始めたとも言えるんですけれども、基本的に何かがこうまだ足りないというのはとてもよく感じてまして、それはやはりこうそこに暮らしている皆さん、やりたいという方がこう参加をしてやっていくという一つのこうコミュニティだと思うんですよね。で、私たちもやるとすると、まずそこら辺がまずね、最初にありきで、メンバーとしてはまだそれほど多くないので、なかなかそこまでいきなりいかないもんですからね、始めたくても始められないっていうのが現実で、今は一応サントウェダカンって私は作ったんですけども、そこを拠点として使っていこうかというのをまずこう旗揚げしたっていう段階なんですよね。で、スタッフがまだいないので、まあ、学生たちにこう学んでもらいながらやっているという段階なんですね。でこれから今度市民の方々に参加してもらえるような形を考えたいな。だから私はもうシンプルで、ね、ええ、1台から始まっていると1台からですね、いうのがいいと思うんですね、うん、こんなに4台もことはね、あ、そうですね、ええ、まずはシンプルで、うん、それで基本を習って、ええ、で徐々に段階を踏んでやっていくというのがいいかと思いますね、ええ、番組もいくつかもう作られたんですよね、はい、だいぶ作ってね、そうですね、うん、まあ、だから、うん、もうカメラマンも何名かいるし、ええ、まあ、一緒に、うん、取材兼ねて自分でやって、うん、編集もできるっていう形になってきました、ね、うん、私らはできないですけど他のスタッフは大体そうやってできてやってますので、ね、本当に撮影からね、編集から、まあ、外できる形に皆さん持っていくようにまとめる人たちですよね、だから、まあ、最初のうちはね、いろんなことをやりだしたんだけども、まあ、せっかく準備しても、そこで、繋がらなかったかと、はい、いろいろそういう面もありましたけどね、それをだんだん回を重ねるうちにね、スムースに、もう安定した放送ができるような形になってきました、それまでやっぱりね、これもね、7月から始めて、もうね、本当に約半年そこそこですけど、まあ、これだけ、どうもありがとうございました。まあ、皆さんそれぞれ、本当にもう好きでやってるんだってことですよね。あ、何を置いても駆けつけると、それが一番じゃないですかね。いや、それはね、羨ましいですね。いや、こんな短期間にね、こんな、メンバーが揃ったって本当に奇跡だなと思う。いや、本当そうですよね。すごいことだ。だからこれ夢空間のこう活動でこう皆さん集まられて交流があるっていうのもありますしね、それからやっぱここね、行きたりこうはならないと思うので、いや、これはね、やろうと思ってできるではない。この、センターができたことによって、地域の中にいろんなさまざまなものがあるんですよ、町が。でそういった人たちが、ね、横断的につながってきて、で今度このクリスマス会をね、三田さんがこうセンター長で、ね、中心になって見かけたら50人くらいの輪、いろんなグループみたいなね、集まってる、だそういう、 こう輪を広げていこうと。で福祉の活動もあるし、ね、地域福祉活動もあるし、
観光客をおもてなしする部分もあるし、街づくり部分もあるし、っていうような、まあ、商店街の人たちも含めてですね、そんなつながりがだんだんこうできてきたかなということは、すごく力強いですね、このものが。あ、本当そうですね。非常にこれから理想的な展開ですね。まあ、あのね、これもね、このセンター自体を作るときに、みんなでね、ここに集まったメンバーはみんなで、ね、お掃除ワークショップ、2回後で見ていただきますが、なんつうんだろう、張りのある素晴らしい建物なんですけど、でも、埃だらけっていうね、状態のものみんなで。番組になってました。番組になってます。番組になってるんですね。すごいですよ。ここにピントがあっちゃって。顔をマクロケっていう。タオルを毎回撮ったらマクロケっていう。そんな形で苦労して、ここを埋めたちゃうなというのが、やっぱりこう愛着みんなで撮るんです。最初はなんかどういう風にしてこう松代テレビ局を始めますよっていうこう呼びかけたんですか？それは去年の2月くらい。あ、去年の2月。先ほどの宮坂さんとか、ちょっと今見ちゃった。それから石澤さん。これはどうせどっちかっていうと福祉のことを発信しようっていう。そこから始まったんです。でそこで集まってきた人たちで話し合ってる中で、福祉だけではもったいないなと、もうちょっとやっぱり町のことを発信したいなっていうことで、ちょっと輪が広がって、それでどんな形がいいかなあれこれやってる中で、マシオテレビ局っていうスタイルが出来上がってきた。テーマ、番組のテーマも何でも松代に関連することは取り上げる、町を良くするために、良くするためにっていう、それは前提なんです。地域の福祉を前進させる、町を良くするために町をテレビ局をやりましょうということです。何でもいいってわけじゃない、どっちかというと、やっぱり選んでこれはと思う、そこの、それが選んで、その一つにこう、そうですね、はまれば、そこさえ外さなければ、外さなければ何でもこう、やっぱり柔らかいですね。柔らかいですよね。最近片桐さんなんかはオウムの古墳群っていうね、オウムの古墳群ってすごいですね。古墳ですか。今の国の施設になってますので、まあその規模はそんな大きくないので、ただ缶がね、505基場があるんですよ。小さな古墳ですけどね。それでたまたま、まあ、オウムの中心部に、その、オウムの古墳館っていう拠点ができてるんですね。そこで、まあ、展示物や、私らもこれ、まあ、管理委託されて、市の方からね、奈良市文化財課でもって管理してるんで、その委託を受けまして、皆さんの案内で、まあ、学芸員は、まあ、常駐はしてないんですけどね、まあ、その物資役も私もやってるんですけど、ただ、まあ、私どもの道案内とか、その程度しかできませんけども、まあ、そんな形でね、メンバー15人もいるんですけど、交代でもってやってる。で、そんなような形で、ね、だいぶ古墳の世に知れてきましたからね。まあ、これからですよね。そうですね。まだ道が狭いんですけども、これから広くして、まあ、観光客ね、受けようということになるかと思うんで、まあ、いろんな楽しみがね、これから膨らみますね。まあ、アクセスのね、ちょっと今、いまいちなところありますから、まあ、実はこの間もですね、合掌塚古墳ね、これがまあ全国的に珍しい古墳なんですけども、まあ、もともとあったのは20基がかかるんですけども、それからちょっと離れたところにね、1基だけその元年代の新しい場所を使ったもので、その説明会というんですか、発掘調査をずっとしてます、その説明会がありましてね、それの一部始終をちょっと記録したものが、まあ、15分ぐらいで、もう流れてるのかな、もうネットで流れておりますので、検索いただければね、ご覧いただけると、まあ、そんなことでね、いろいろな各この真正町内のイベントとかね、そういったものをですね、まあ、ちょっとした教訓にしまして、常に流しているというのがことですね。ありがとうございます。ぜひ真正テレビ局、こう画面からいろんな個人個人の全部の一人のライブとか、その撮ったものが流れてます。アーカイブで流してあります、ご覧いただくと、ちょっと時々見させていただいてますそのテーマに、その人の、まあ、これはと思うテーマをね、みんなで撮影してきてもいいわけです、ですからバラエティー込んだ番組なので、
マチロテレビのスタッフは何人？スタッフは先ほど28人、うん、28人、うん、ああ、そこそこ、うん、集まってきたっていう、実際に動ける人って、ビデオで撮ってこれる人っていうのは限られますけども、うん、スタッフはそれだけいますので、うん、まあ、いろんな、例えばツイッターをね、得意な人とか、ブログで行こうとか、うん、いう人も含めて、みんながみんなビデオや動画っていうことじゃなくてもいいかなっていう、さまざまな手段でもって発信していくということなんですね。その総合体としての場所という、うん、それから一番の面白いっていうかね、定着しているものは、その、しゃべくる松代っていうのね、うん、はい、ご存知かと思うんですけど、ライブ中継してる番組ですね。これがもうね、各地にそれぞれ の松代地区の自分の著名な人たちを呼んで、まあ、投稿してるというような状態、こういったものを本当にね、もう必ずその日はやるんだということになってますから、こういったものが一つの起爆剤になってきてるんじゃないですかね。まあ、私たちと若い人たちも参加してもらって、その学生も参加してもらってるんですけども、寺澤君からこう見て何かこう感じることとか、何かこう思ったこと何かありますか？やっぱさっきの話ですけど、家庭とか拝見とかありますし、うんうん、やっぱみんな好きなことを一人一人やって、でそれがまとまってるからやっぱすごいなって思いますし、放送局うちらのゼミでやるって言ってるんですけど、まあ、Ustreamを使って生放送は見てきたんですけど、やっぱ電波とかもあれですし、やっぱ技術がすごくここはすごいなと思いますね。で、なんか本当の放送局にいるみたいに、あと何分とか紙出ているのもありますし、本当の放送局にあんまり行ったことがないんで、あれなんですよ、すいません。やっぱしっかりできてて、みんな楽しいことやってて土台になってから、楽しいしいいなと思いました。はい、時間になりましたね。はい、まあ、私たちも今度これ持ち帰ってですね、上田の皆さんにこう伝えたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。毎晩なんて毎週7時からこの場所で、7時15分まで短い時間なんです、ライブ放送やってます、はい、で毎回ゲストも変わり、またキャスターも変わって、はい、疑いが誰かが呼んでくるというような感じです。月曜日の毎週月曜日の7時、夜7時ですね、7時15分ね、はい、もね、約7時からですね。約7時から。でも時間も、まあ、こうコントロールされて、一応15分で締めるべく努力をしながらですね、うん、はい、それで大体この辺真っ白になって選手が行くほどに行かないので、うん、でその後だい、まあ、先週7回目だったのに見なくちゃっていうんだろうけど、なんか全部こう見せちゃったんですけど、大体それであとは来週の予告っていうんで、やっぱり宮坂代表は第1回目出て、でその後出番なくなっちゃうんで、じゃあ毎回次回の予告を宮坂代表にしてもらうということで、1分ぐらいやって、それでまあ大体終わってます。15分間っていうのは短いようですけども、やはりこうコンパクトに凝縮させると、中身だから3分刻みくらいのものをこうテーマを置き換えながら、そこにこう圧縮してゲストから話を聞かそうというような形なんですよ。そうすると時間は短いですけども、案外とこの思いっていうんでしょうかね、その人の思いとかのが伝わるよ、そんな感じで、やってます。それがだんだん慣れてくればもうちょっと時間伸ばしてもいいかなとは思うんですけど、でも15分というのは意外といい時間帯なんですね。適当じゃないですかね、15分が一番いいと思うんですよね。もう国営とかね、朝の番組も15分ですからね。まああれぐらいがちょうどいいんじゃないですか。まあ、本当にね、話がこう盛り上がってくるとね、もう短いね、もう10分だっていうのもありますけどね、ただ心配なのはね、話が集まっちゃって、そのところをね、まあ、我々パーソナリティがそもそも引き出してね、来ていただいて皆さんにね、こうそういうふうにならないようにこう引き出していくというのが一つの仕事なんですよね。まあ、自分があんまり喋っちゃいけない、皆さんに喋っていただくんです。
もう掘り起こしてくる、うん、でそういう、まあ、技術を僕で勉強していくのね。毎週っていうのは毎週です、ね、結構きつい、ね、だからそれをね、あの同じ人がやるわけじゃないから、うん、もう全部違う人がこうやってるから、自分がもう責任を持ってそういう人は呼んできてやるということですから、まあ何ヶ月に1回ぐらい回ってくる程度ですから、そんなに大変なあれかね、聞き出すね。ゲストから聞き出すテクニックっていうのは非常に大切ですよね。そうですね。非常に大切ですね。うんうんうん、自分が一生懸命しゃべっちゃうとなる。黒柳徹子さんみたいな、まあ。本当にね、好きな人はね、自分がどん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 しゃべっちゃうけどね。うんまあ、それじゃ何のために来ていただくかわからないけどね。その辺のところもやっぱりね、逐次勉強していかなきゃいけないところです。うん、毎週キャスターの違ってくるというか、まあ違ってくるんで、その個性が出るんですよ、その人柄がね、うんうんうん、同じのずっとやると固まっちゃいますけど、うん、そうじゃなくてね、毎回毎回工夫してやってるんで、うん、結構面白いなっていう、うん、またゲストも変わってくるし、いろんな人とまたつながってくるし、で出る、まあ方もそのいろいろと勉強するしね、うん、三角要領を持ってきてるし、うんうん、このスタイルは非常に良かったかなっていう、うんまあ、確かにはその、ね、いろいろその来ていただく方の、ね、状況というのを知ってないと、うんまあ、質問できないし、はい、気づくこともできない、はい、知ってても知らないふりでこうやりないで、うんまあ、その辺のところはね、うん打ち合わせもする結構、まあ、そうですね、1回ぐらいはやらないと、まあ、その人によっては何回やる人もいますけども、うんね、打ち合わせしたことをまたなんか知らないような感じで聞く聞かなきゃいけないって難しいですよね。ちょっと役者のところも考えないとダメですよね。それも自然に持っていかないと、ねねまあ、それのところはね、やっぱりこうだんだん慣れてくるとこう、ね、最初の目が固まっちゃってなかなかね、できないけども、いろいろ話してこう何回もこう人の見たり、ねうん、やってるうちにはもう本当に回を重ねるものに皆さんのいろいろな思考を凝らしてきますからね、うん、本当に素晴らしいものにしてきますよね、うんうん、でもねやっぱ面白い、楽しいですよ、うん、変わるじゃないですか、だからね、人が変わってキャスターも変わってっていうのは、うん、やっぱりああいう話し方もあるな、こういうのあるなっていうのはやっぱり、でもねだんだんとね安心感っていうのはあるのでしゃべってみんなやってるじゃないですか、うんうん、ああじゃあそう大丈夫だなって、私も3番目だったんですけども、やっぱ3回見て、まあ、何回もね、ちょっと私96歳の先生ちょっとやったんですけども、いつ来るんだったっけって電話来て、いや、ここへ来てるんです、いや、俺のところへ来て取材してくれるんじゃないかなって、それ、翌日前、あれはどうだったかな、その日の午前中行ってね、また、いや、そうじゃなくて、ここへ来てもらわなきゃいけないんだっていう話。だからやっぱりその相手とのやっぱりあの話でやっぱコミュニケーションもできるんですよね、うんはいまあ、たまたまそういうそのなんていうのかな、やっぱり親近感あればいろんな話がやっぱり出てくるので、うんうん、またちょっと違うかなっていうのがあります、うんうん、これ一回ね真田亭のオープンの時に、うん、やっぱこっちから出向いてってライブしようと思ったんだけど、やっぱなかなかうまくいかなかったっていうのが一つこう失敗としてね経験してあるんです、うんうん経験としてあったんで、そうじゃなくてやっぱりこうきちっとまずライブをねあのスタジオからできるようにしようというところでこう やり始めたっていうのが実際なんですけど、だけど非常にやってみたら非常に面白かったと、うん、みんなが終わりで、うん、で毎回毎回の福井さんがその研究してくるわけですよ、うん、次はもっといいラジオにしようと、うん、今度はこういうことになる、うん、毎回毎回アップしてくるんですよ、うんすごい、あ、そうそう、そういうのがね、ちゃんとこう、うん、出てくる、字幕が、字幕が出てきたので、すごい、すごいんですよ。で、その、まあ、研究たりはものすごくね、やっていただいて、次の日中にこう結集してくる。ちなみに、字幕大好きっていうフリーソフトです。うん、やっぱスーパーが出るとね、非常に違うね。その話の流れにね、スーパーがさっと入るとね、うん、非常に流動感ありますよね。いきなりパソコン持ってパーッと本当は出ないんだけど、それになるまでにはね、うん、からにも時間を要すると思うけど、うんそまあ、だんだんとね、二本松さんはやっぱりこう、うん、スイッチャーを切り替えながらこのアップしたりとかね、うん、そういうのを常にこう全体の状況を見ながらやっていただいてるんですけど、うん
だからあの画像に変化があると出るんですよ、うんうんうん、回しっぱなしじゃなくて、うん、でそのこうでもって人がゲームに切り替えるやっていただいて、ああそれをほらこうやって画面を切り替えてるんで、これ今ここのカメラです、うん、へー、これちなみにあの赤外線の防犯カメラなんですけど、だからユーストリームでも有料じゃなくて無料のやつでやってる、うんうんうん、プロデューサースクエアを入れると、その画面の中だけでできるんです、はい、だからこんなに画面がパラッパラってこういかないんですけど、これはまあ別の方でやってるよっていう証拠で分かんない、うん、あ、そうなんだね、うん、あ、私たちも、うん、いろいろ準備しなきゃいけないのがあるこれたまにね、音一歩ね、カチャカチャカチャってね、スムーズにいくときは、これなんか綺麗にスムーズにいくときは、これね、今みたいにバーッと流れちゃうんですよ、うんその時によってパッ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 パ調達してくる、うん、これも10万くらいだと思ってベッドが入ってとか、あとね、親子が入ったりとかっていうのはありますけど、うんうんうん、そうですね、なんかプロデューサーほどではなくて、うん、そのウェブの方 の、 あの無料のサービス使って、まあ、品質上げるっていうことですね、うん、その方が福井さんにしてみると、うん、安定するあの1回ね、うん、雷があったんですよ、1回一番初めに、あ雷があったら止まっちゃった、はい、っていうことがあったら、これじゃダメだと、ええうん、あのまあ、いずれにしてもその切れちゃう、はい、いろいろあの、はい、工場を審議しそうまあ、そこでいいな、はい、そこら辺がいいよ、ええ、ごわごわ、プロ話を、プロ話を、雷落ちると、大体機材が止まっちゃって放送できなかったんですけど、うん、いくつかに分割されてこう放送した跡が残ってたんですよ、この録画の状況から見ると、そうするとこのウェブで発信すると、でも続けて放送するように何か仕組みができてるみたいなので、うんうんうん、この方がこう放送するにあたって、うん、まあいいかなと思ったんで、ちょっと画質よりかも確実性を取りましたというふうに、しました。うんうんうん、非常に安定してきたて、ね、そうですね、うんうん、しゃべくりますよ、うん、1回目以外は、うん、全て安定しています、ね、うんうんうん、はい、1回目はちょっと遅れちゃったかな、15分遅れて、うん、そうですね、何だろう、あと期待を出してたんです、あ、そうか、最初からうまくいったら面白かったね、いや、あのライブ中継はあの本当にこう何回やってもね、これで安心してできるっていう確信はなくて、うん、まあ、あの割といろいろ失敗するケースが多いというか、あるいは何かこうどっかにこう破綻が来ちゃうっていうことがあったりとか、うまくいくケースってほとんど私たちはあのちょっと経験が血が足りないせいもありますしね、いろいろこう試してないっていう評価が足りないという面があって、これは相当にね、あの経験っていうのが大事なものだなと、ね、うん、やってみてあの癖をつかんで、どうすればいいかっていうのを常にこうフィードバックしてやっていかないとね、あの質が高まっていかなくて、どうもこれはね技術だけでは解決しない問題が同時に絡んでいて、やっぱりそこの根気っていうか、それがね大事だなって、諦めないって思いますね、大事、あのすごいやっぱりリベンジなんですよ、あやっぱりついにまたこれは失敗したら、それをついには絶対克服しようという、うん、その福井さんのね、まあ、信念っていうかね、やる気というかね、うん、まあ、それがすごいなと、うん、必ず次の週までに克服してくるから、ね、あ、そうなんですね、これは相当な、うん、あのやっぱ根気というか、努力をされて、ね、人には見えないけども、うん、妄想力を、うん、い
やそれはね、あの見ててよくわかります、うん、そうですか。じゃあ多分、うん、今全国的にいろんなね、あのライブやっているのであろうかと思います、自分で2人がやっているところもあろうかと思いますけど、うん、まあ、そういうライブの安定性とか、うん、あの糖質度っていうことに関しては、うん、もうあのかなりのレベルでいってると思います、うん、まあ、そういうことですね、うんうん、他のところがよくわかりませんけど、うんうん、だという状況、うん、だからあのユーストリームの、まあ、どちらかというとあれ無償というんでしょうかね、そうですね、それを使うという形で、まあ、これだけのものができるというのが一つの何て言うんだろう、発想の転換かもしれないですしね。そうになりますね、うん、あので、私たちもちょっとね、いくつかこう試してみて、ちょっとユーストリーム以外無理だなと、あのちょっと別なのも使ったんですけども、結局そのスタッフがあの対応が大変なので、ちょっとこれで支えられないなと、それから ある程度こう難しいと、あのそこがこうある人にこう特化していくしかないので、そうすると広げようがないので、あの先々の展開可能性もちょっと低いなと思って、うん、なるべく使うものは優しくないといけないなと思ったんですよね。で、共有できるものはやっぱり無料のサービスで誰でも使えるというものが一番だなと思ったんですよね。で、問題はその品質の部分の課題とか信頼性の部分、それが常にあるので、そこを一つ割り切ってね、それでこう精度を高めていくっていうのは確かに正解なんだろうなと思うんですよ。それが一番いいんだなと思うんですね。ボタン一つでできればね、だちょっと私もね、これは、プロデューサープロというのを使うとカメラの切り替えパソコンの方でできるし、それからビデオカメラにつないでビデオカメラの音源から撮れるし、こっちの方がいいなと思ってやったんですよね。で、いくつかやってると何でか音が出なくなるとかですね、変則の現象が起きて、ちょっと原因分からなかったわけです。そうすると岡山さんのことを教えていただいたような、丸田さんのサジェッションだったですね。そうですね、それは福井さんが実際やってみた状態の中でちょっと安定性がないというかね、プロですね、ちょっとまあそれは学生たちもそれだったらやめたらいいんじゃないのっていう件だったので、私もまあやめる方向というか、まあ、そのままやってないんですけども、うん、初めはそれでやこうってやってたんだけど、うん、そうですね、うん、そうなんですね、切り替えとかいろんな、うん、要するに2年中継とかいろいろやりたいからって言って、そのためにはプロじゃないかと、いうことで進んでたんだけども、それやると非常に安定性が欠けるっていうのが分かったので、ああそうなんですね、それでまあとにかくスタジオからのこの中継がまずはできるようになるということで、さっきも話したようにアスリートの話がね始まったんだった、それが非常に逆に好評だったということなんです、ね、だからこれが安定的にやるようになってきた段階でまた次の展開をね、またみんなで考えるようになるとは思いますけどね。まあ、あとあれですね、やはりこのスタジオでやるっていう形、固定してそこでそのやり方で、定着させていく、経験値を上げていくっていう、やっぱりこれがね、とても大切だなというのは私たちも初めて見て分かりますね。そうですね、それができるようになって、こそ初めて次のね、展開っていうのが考えられる、それができないとね、なかなかね、常にいつも不安を抱えながらやらないといけないということになりますもんね。現状ではこんなところ、そんなにまとめて進んでるわけではありません、もうまあ皆さんの知恵と努力の結集みたいな感じで、まあ商店自体が成り立っている現状を見ていただくというのがね、皆さんは夢空間でつながった空間でつながった人も松代通りにつながってなんですけど、元はいや、それぞれのつながり方がみんな違う、みんな違うね、それぞれ違うんですか、だからなんかでね、これ、マスさんだけだよね、もちろんなのなんですけど、我々も全然違いますよね、本当に今言ったように、まあ、商店があっても素晴らしいんですね。
でこれからの街づくりの場合は一つのグループ団体で募集してるっていうことには非常に限界を感じるんですよね、うん、やっぱりあの流動的にいろんなグループ団体がそれぞれ個人的なつながりを深めて、うん、やっぱりそういうネットワークを広げながらやってるという、うん、相互連携してやっていくと、うん、で俺がどこどこのグループだよということで、うん、あのあんまり固定しちゃうとですね、メンバーが固定しちゃうと、うん、必ず破綻が来るというふうに思うんですね。で、っていうことは、やっぱりいろんなグループの中で、大体2、3年で解体していっちゃうんですよ、うん、グループって、うん。だけども、常にいろんな人たちが 入って、うん、常に交流できて、うん、そしてそこからこう、またコアの部分が確立していくという、うん、そのコアな部分は常にね、安定していくっていう形にしていかないと、うん、どんなグループもね、やっぱり、ね、解体していっちゃうんですよ、2、3年で、飽きちゃう。うんうん、それは避けるかに、ね、常に多く、うん、ちょっとこの辺は、ね、皆さんと私と考え方ちょっと一部分違うんですけども、うん、私はそういう常にオープン化していく中でいろんな人たちが人材が入ってきて、うん、でそこでコアの部分が常にこう確立していって、でそれで持続させていくと、でいうスタイルが、うん、これからの街に非常に大事だと、うんうん、っていうふうに考えて、うん、ですから常にオープン、うん、いろんな人が入ってきて、うん、オープン化はしてます。うん、ただそれは結局そうそうそう、でそのスタイルだからこそ、あの多様な人たちが入ってきて、うんうん、で固定しちゃうとね、もうそこへ入れないんですよ、ガムが、うん、そうですね、排除されちゃう、うん、でそれだとね、多分ね、先細りになっちゃう、うん、で夢の館のスタイルって常にそうオープン化してるんで、うん、誰でも聞いていいですよ、去るものは追わずにおりません、うん、だから都合のいい時に参加、だからその人にとって都合のいい時と、やっぱり体調を崩したりとか仕事を抱えてこれなくなっちゃうのもあるかもしれないけど、長い目で見ればまたつながっていくわけです。やっぱりそこで切らない、絶対切らない、でつなげていく、でそれがまた次 の力になる、うんうん、これはもうグループワークというか、こういう経験値なんですけど、まあ、すごい人間的には絶対知りますけど、いかにして町をどう良くしていくかっていうところで結集していくわけです、うんうん、でそこでつながる人たちはみんなオープン、うん、常にこうつながっていくっていうか、うん、常にオープンマインドで、うん、排除していくスタートじゃないと、続いていかない、うんうん、でそれは逆に言うと非常に混乱することもあるんです。いろんな人も入ってきて、ね、そうですね、混乱してしまって、うん、すごい混乱しそう、うん、心配が皆さんあるんですけど、それは全然心配ないと私は、うん、コアな部分にさえしっかりしてれば、ね、いろんな人が入るって感じで、でそれだけの、マッショテレビ自体はそれだけのね、もうパワーついてばっち、コアの部分きちっとね、固まってきて、いろんな人がこれいつでも入っていただいて、うん、まあ、徐々にね、またそのコアな部分になっていただく出てくるから、それはそれでいいと思います。この辺の道路の展開ができる人ってなかなか限られてます。かき回されないっていう。上田の方がいろんな、なかなか繋がらないっていうのは、そういう風に繋げる人がいない、うん、と思います。そこのことは一生懸命、ね、やって他のことは深めてるんですよ。例えば福祉と街づくりと観光とどう繋がるのか。いうときに、やはり町を良くするためには福祉もあり、観光もあり、町づくりも全部つながってるんですけども、でそれを私はこの分ですよ、こんな分野ですよって言っちゃうと、もう絶対平行でもってつながらないんで、だそこをいかにこうつながる部分をどこで設定か、このね、グループがまた歴史が長いの。長いからこそ厄介なことに。だけども長い歴史のあるグループっていうのもね、うん、非常に経験値が豊かで、ね、そののを、ね、やっぱり学ぶとか、ねね、教えてもらうとか、うん、あと他のところにこう分け合って、すごい時間と分かち合うとか、自分の力量がねないと、確かにそれをね、その人たちと一緒になってやってるってもちろんしんどい部分もあるかもしれない、うん、でもそれやらないと繋がんない、絶対に、うん、それを根拠をやっぱり繋げてる、私もそう思ってね、だから小諸に引っ越しちゃったもんでね、うん、姉ちゃんみたいな、いやいや、それは小諸から逆に言うと上田に参加するっていうのは非常にいいと思います、うん、
客観的に客観的に枝を見る。だから町の場合だって、あの例えば先ほど山本さん女性がいましたけど、ね、長野の方なんです。ああ、そうで、長野の方だけど町は好きなんですけど、国道1、2年の中で、あら、お帰りなさいませ。という形でね、来てくれるから客観的な目で、そういう視点が非常に必要なんです。大体こう閉じこもって自分たちの地域だけでやろうとするじゃないですか。そうすると見えるものも見えない、見えるものも見えない。上田にいるときはね、上田いいよね、いいよね、確かにいいんだけども、やっぱり外から締め切れてる、もう町づくりの基本的な部分はまずよそ者、よそ者、若者、バカ者、3つがそれぞれ言うけども、やっぱりよそ者は絶対必要なんですよ。それを常に客観的な目で見てくれる、あるいは新しい風を吹き込んでくれる、そういう人たちを受け入れながら自分が変わっていくんですよ。私なんかも10年やってるともう飽きちゃったなって思うけど、常にいろんな人たちと接するから飽きないわけですよ。で自分がこう刺激を受けて学ぶわけですよ。だからそうすると自分がリフレッシュさせていくわけですよ、自分自身。だからもう自分をいかにリフレッシュさせるかっていうところにこう街づくりの要素があって、自分が飽きない、飽きないのを、飽きないのはもう常にいろんな人たちと学んで学び合う、固定しないでね、いろんな人は常に刺激を受けながら自分を高めていく、そこが多分ポイントかなと思います。そうですよね。だから外の人たちが本当によく分かりますからね、内部にいると本当気がつかないっていうかね、それが当たり前だと思ってるから、まあ、それに一旦外から見るとちょっといろいろいい面においても悪い面においてもね、いろいろ感じるところがあるからね、そういったものまたこの素直に受け入れる、加山さんみたいにね、素直に受け入れる度量が必要なんですよね。それをね、いろいろ言われるからね、お前たち何言ってんだってことになっちゃうと、もうそれ以上前に進めないですね。そうですよね。その辺というのはね、亀さん、長年の歴史が、それはね、10人集まれば絶対10人みんな違うんですよ。で、それで接点を設けていくのは、ものすごくしんどさっていうのは多分あると思うんですよね。だから、私の意見が聞いてもらえなら、私はやめちゃうよってじゃなくて、あ、この意見もあるんだね、あの意見もあるんだね、じゃあどこで接点を出して疑いが共通できるか、共有できるかっていう、その積み上げ努力みたいなね、疑いがこう少し譲り合うみたいな、少しずつ譲り合うみたいな、そこをやっていかないとなかなかこうね、うまく運営できないんですよね。疑い主張しばっかりしちゃうんですね。それが一番大事なことなんじゃないですかね。疑いのようなこうね、本当にこうやらな大事みたいなね、方が入っていただくだけでも随分でね、やばいとつながっちゃう。だからグループの中でね、主張をすごくする人いますよね。そうするとね、もう会がね、混乱するんだよね。なぜ俺の意見を聞けねえんだっていうふうになるとね、もうダメですよね。そういうタイプが多いです。まあ、みんなその真面目にやろうとかね、私が関わってくるまあ、みんなそのようにやっぱり柔軟性があると思うんですね、みんなね。だからここに入ってくるのは大体柔軟性があるんじゃないかと思うよね。そうですね。一匹オペみたいにやってきた人が、ちゃんとさ、非常に苦しいですね。みんながやっぱり、まあ、私なんかね、苦戦しますよね。まあ、旧町とはちょっと離れた郊外に、どっちかというと、同じ町の中にいるから、まあ、それからこう、ちょっと町の人に見ると、まあ、今の若い人たちは違いますけどね、年配の人たちなんかはやっぱり、これ固まってるっていうかね、そういう感じを受けるんですよね。だからなかなかこう、まあね、海野さんのような人がいればいいんですけど、まあなかなか受け入れられない。まあそれでそういう人たちを受け入れてもらうためには、やはり意識改革をしていかなきゃダメですよね。で、商店街においてもね、まあそういう点で、まあ真っ白城下町だから、まあ、トンサン商売が多かったんですよね。物を売ってやる、で、そういう感覚が強いんじゃないかなっていうことを僕感じましたよね。外からね、真っ白地区以外の人たちもね、来た場合に、なんかこう、やそぼうな来たなという、そういう扱いをされるというような感じを持ってる人が今までありましたよね。それはコーディネーターの先生からそういうことをちょっと聞いたことがありますのでね。
業界のチーム、まあ、上田もそうかもしれないですけど、やっぱり排他的っていうかね、うん、あのよそ者を排除するっていうのは雰囲気はもともとはあるんですよ。あの地域性としてね、特有な、その職業なもね、そういうのがあると思うんだよね。ただ、それだけで固執してると、うん、あのやっぱりこう発展性がなくなってしまうので、うん、いかにその外から、ね、風を入れるかみたいな、うん、常に受け入れてこう風を吹かせるというようなことが必要なんだろうかなというふうに思いつつやってきてるんですけどね、うん、まあ、だいぶそれでもあのこの10年間の中で町の風土も徐々に変わりつつある、まあ、時間はかかるけど、ね、変わってきてた、そんな感じもね、します、ね、時間はかかりますよ、すごくある。で、夢空間もやっぱり10年ですよね。それで、そんな人対人のね、トラブルってのはそんなにないですよね。みんな柔軟性の方々が多くて、うまくこう、今まで10年間乗り切ってきましたね。うん、だからね、そのところ集まってくる人はね、限りがある人だけど、全然遠くから見てる、ね、それで連中何やってるんだっていうような感覚の人たちも長いからですよね。いや、そういう人たちの、まあ、意識改革っていうか、やっぱりね、こうある程度年齢ではそれ治らないですよね。はい、どうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。またぜひこういうテレビ局やってますかね、テレビ中継は別としても、うん、なんかね、こういう、ね、まあ、私らもまた腕の上に出たり、はい、そういうことも必要ですよね。ちょっとこれ、上田の方々にね、こういう話を、間接的にこう取ったもので伝えるのと、直接をこうあのやり取りする、あるいはその直接お話をお聞きするというのも、インパクトが違うので、ちょっとまあ、むしろ私たちの方にこうね、あの刺激をいただきたいなと、中継を同時中継する。お互いがこう、うん、スタジオ同士でテレビ会議か、うん、そういう形もいいですね。はい、それあの P さん手娘を聞いてまた終わったら、うん、フラッグは見て、はい、ぜひあの行くと、はい、もう、はい、オープン化してくれたんで、はい、もうすごく苦労して作り上げたので、うん、はい、包み隠さず全部もう、はい、同時中継だから両方とも一人に使って真ん中に一人に歌を置いてやるのと、スカイプ使うのと違うか、スカイプの方がこのタイムラグがあんまないから、これ結構カメラでモニターを撮っても、あの割と綺麗に入ったんですよ、はい、先週やってたんです、はい、うん、だからあのモニターを両方でカメラに撮ってながら真ん中に撮りながらですね、うん、やって、うん、ただやりとするとあのストリーム同士だと10秒くらいずれちゃうんですよ、ね、はい、だから音声オートみたいに声がずれて入ってきちゃうんですよ、うん、だからスカイプでやった方が割と多い、うん、あ、それはそうですね、うん、それはだから真田あそこの国にやろうと思ってたけど、ちょっとそれが無理だったんだな。まだ見たと思うんだけど、準備だけはできて、まあ状況を整ったらどうかも、そうですね、はい、あの福井さんと直接、うん、なんか、うん、あのこうやり取りすれば、はい、多分、具体化するな、うん、ちょっとこれあれですね、あの次回というか、あの私たちの方にちょっと大変でもお越しいただいて、ちょっとなんか交流、うん、またさらにと次の展開が作れるような形で、うん、来ていただけてありがたいですね。はい、はい、はい、どうもありがとうございました。すいません、じゃあいただきます。もうこんないい味になってるんですね。やっぱね、あのプロはこうやってプロですよね。
ちょっとまだこれで話の方は失礼します。どうもありがとうございました。こうした本もまたね、参考にしていただいて、いろんな本も出てます。はい、これね、初年度の取り組みがものすごくね、集中的に取り組んだ、これがベースになってます。あそこにいろいろな本があるんで、また見てください。